応募したらどうですかって言ったら、断られた。教えられないからめんどくさい。えー、親ガチャ外れました。バカの血が入るとかっていうのって失礼だと思うんですよ。家族に紹介された時、その話聞きましたそうすると、モテるかどうかっていうのも、ただ、親ガチャ失敗したよって文句を言ったとしても、みんながやることを真似すると、みんなと同じように没落していくんですよ。ただ、これお金の話で、 小学校教員です。ICT 教育の計画、進行、管理を担っています。現時点で担当学年以外学習がほぼ進んでいません。個人的に勉強していて、校内で現状打破のための研修を任されました。せっかくだから必要あるとか、そんなことより多教科などの消極的指導ではなく、ある程度の情熱を持ってほしく思っています。社会の状況や求人と絡めて ICT の教育の重要性を軸にもりです。他に少しでもやる気にプラスされるのではという内容のアドバイスをいただけたら嬉しいです。いつまでにここまではやっておいた方がいいよねっていう 最低限のラインをみんなで決めるっていうのをやってみてください。みんなが ICT にじゃあその遅れがちっていうので、じゃあもうパソコンサウンドやめましょうかと。っていうので、いいんだったらもういいんですけど、さすがに小6までにブラインドタッチ、タッチタイピングぐらいは8割の生徒ができてるようにしたいよねっていうのが、まあ、最低限ラインとしてあるんだったら、それをいつまでにやらなきゃいけないか。5年後なのか10年後なのか。で、逆に10年後でもタッチタイピングはうちの学校はできませんよ。誰もできませんよっていう学校で行くんですかと。でそれか5年後にできてますよ。どっちが がいいですかっていうと、まあ5年 まででににはやれたた方がいいいかなみたいになみると思うんですよそうすると、タッチタイピング始めますって言っていきなりできるわけないので、そうするとじゃあ、その生徒一人当たり何時間ぐらいパソコンに触れる時間作んなきゃいけませんよねっていうので逆算して、じゃあ一人当たりがある程度タッチタイピングできるまでにパソコンに20時間触らなきゃいけませんってなると、一人20時間触らせるためには何台の台数が必要で、授業としてはこういう授業を1年間入れなきゃいけませんよねって逆算できると思うんですよね。なので、その最低限みんなが同意できるラインっていうのを作って、そこから逆算していくといいんじゃないかなと思います。 のプログラミング教育の研修について質問したものです。大変好評で具体的に方向性を決めるところも話が進みのある話ができましたが、一部上の年代には尺に触ってようでかけて振る舞われています。私、あの日はどうでもいいんですが、今後このせいで教育の差が生まれることを懸念しています。放っておいたら、子供や保護者からと不満が出たら、その教員が辛い状況になったりしかないです。こちらとしても辛いです。どう伝えればプライドを傷つけられる助けられるでしょうか？無理なんじゃないかなぁと僕思ってるんですよね。僕その児童養護施設に pc を配ろうっていうのをちょこちょこやってまして。 ようやくあの今月末ぐらいから配送が始まるんですけど、日本中の養護施設の人にパソコン配りますよっていうので、ただでまあパソコン配るっていうのをやってるんですけど、元養護施設出身の人が自分の出身の養護施設にこういうのあるから応募したらどうですかって言ったら断られたっていう。 パソコンの使い方がまずわからんっていう問題と、子供にパソコンの使い方を教えてって言われたら教えられないからめんどくさい。15世紀の人もめちゃくちゃ忙しいんですよ。子供の世話をしなきゃいけないっていうのがあるので、今でも手いっぱいなんですよね。そんな状態で、そのなんかゲームをするためのパソコンの使い方なんて知らんかなみたいな。っていうので、割ともういらねえよっていうリアクションが結構あるんですよね。なので、僕そういうのって考え方変えるの無理だと思うんですよね。よかれと思って、その小学生向けに、そのあの教育プロ プログラムっていうのをやろうと思ってるんですけど、ただその良かれが理解できない人にとってはもう僕は理解できないと思ってて、じゃあなんでやってるかっていうと、児童養護施設で、じゃあその僕らがバンバンパソコン送りましたってなると、やたらゲーム環境がしっかりしてる児童養護施設っていうのがどんどんできて、なんか他のところはちゃんとパソコンとか使えて、プログラムとか覚えてるのに、なんでうちダメなの、おかしくねっていうのが割とその聞こえてくるようになると思うんですよね。で、そうするとパソコンがあるのが当たり前で、パソコンがない方がおかしいっていう、そういう世論が児童養護施設内でちょっと。 っていう形でそのじゃああのうちにもくださいっていうのが増えるんじゃないかなと思ってて考え方を僕は変えるのは無理だと思ってるんでパソコン欲しいですっていうところをそのにガンガンパソコン入れることで大方の世論っていうのを固めてった方が実は他のところにも影響を受けるんじゃないかなと思ってたりします、はい、え親ガチャ外れました多分親が まであととと20年とか付き合わないいいけまません励ましてください <laughs> 親ガチャ外れると人生きついっすよね。なので、あの、できるだけその連絡を取らなくて済むように、まあ一人暮らしして、物理的な接点をなるべく減らして、リアルの電話とかがかかってこないように、電話番号を教えないとかの方がいいっす。電話かけられるとそこでこう時間取られてしまうので、LINE だったりメールだったりみたいな、そのリアルタイムコミュニケーションじゃないもので、コンタクトするようにして、なるべく自分の時間を確保するようにするといいんじゃないでしょうか。 父が結婚に大反対しています。20, 20代後半、次第文系卒女です。理由は学歴差です。私と理系卒の彼の偏差値は15程度ありますが、父曰く、バカな彼はメーカー勤務年収の700もあり父恵何度も様々な説得を転びましたが、バカの父を入れられは迷惑、俺の幸せはと聞かれ説得を諦めました。 父を騙され、騙らせる方法はあります。多分これありますかって書こうと思ったんだと思うんですけど、父親の同意なんていらないので、先にもう入籍して、入籍したよっていう紙を渡せばいいんじゃないですか。自分 の娘がその結婚しようと思って好きでいる相手をそのバカの血が入るとかっていうのって失礼だと思うんですよ面白ければいいんですけど面白くないですよね全然関係ない話なんですけど他人のプライベートの話を言うのは良くないので誰の話だか想像してくださいね僕の知り合いですげーブサイクがいるんですけど あの、その家族、相手方の家族に紹介された時き、あの、私、無細工は嫌だわっておばあちゃんに言われたらしいですよね。 <laughs> 親族にサ細工が増えるのが嫌だっていうのを正直に言ったっていうので、本人も結婚相手も家族みんな苦笑いっていうのがあって、僕、あの、その彼の結婚式に参加したんですけど、おばあちゃん超大好きで、その話聞きましたって言って、すごい仲良くしようとしたっていうのがあります。はい。あ、でもおばあちゃん面白いなと思いました。はい。 今日のタイトルがあの、人生は自分が選べないことでほぼ決まるっていうタイトルにしたんですけど、内容そのままです <laughs>。あの、ま、例えばあの皆さんその、日本っていう場所に生まれて、日本語喋ってらっしゃる、ま、日本じゃない人もいるかもしれないですけど、日本語喋ってらっしゃる人がいると思うんですけど、それって大体自分が決めたことじゃないですよね。お父さんお母さんがたまたま日本国籍で日本を住んでたみたいな。身長ってほぼ遺伝で決まるんですよ。顔もほぼ遺伝で決まるんですよ。なので、イケメンです、身長高いですとか、美人です、スタイルいいですって、ほぼ遺伝で決まるんですよ。そうすると、モテるかどうかっていう いい遺伝で、決まるんですよで勉強できるかどうかも、大体遺伝で決まるんですよ。知能って5割ぐらい遺伝で決まるって言われてて、残り50%も環境で決まるんですけど、環境もその、親が金持ちで塾に行かしてくれましたとかだと、やっぱ大学受かりやすいってあるんですよ。っていうのがあって、大体人類の先進国の場合って、自分が決めたことじゃないところで物事決まるんですよね。とはいえ、文句言ったからといってそれが変わるわけではないんですよ。雨が降った時に、雲に向かって怒る人って、僕たまー で、時間の無駄なんですよねでそれよりも、じゃあ、傘を差すとか、雨降ってるから今日出かけんのやめようとか、建物の中で過ごそうとかっていうので、与えられた環境の中でいかに選択をするかっていうところで困らないようにするっていうのをやらなきゃいけないんですよね。普通の人は。ずっとそのなんかあの天気に向かって起こり続けてもいいんですけど、天気に向かって起こり続けてもあんまりいいことないと思うんですよね。の、親ガチャ失敗したよっていう人って全然いると思うんですけど、ただ、親ガチャ失敗したよって文句を言ったとしても、 まあ、親変わらないので、失敗はしましたと。で、失敗はしたけど、その中で手持ちのカードで何で戦うかっていうのを決めるべきだと思うんですよね。僕の知り合いで死んだ坂目をして性格の悪いデブで、ちょっと気持ちの悪いメープルシロップを飲みながら牛脂を食べるおっさんがいるんですけど、タレントさんというか芸人さんがそういう人だよねって公認したっていうぐらいの気持ちの悪い人なんですけど、まあ、聖夜さんっていうんですけど、っていうぐらいその気持ちの悪い人でも、割と彼はそのなんか結婚もしてて楽しく暮らしているっぽいので、与えられた条件というのがそこまで良く なかかっったとととしてても割ななんんるる人っているんですよね下振り文字の,人です、ねはい、なので、結構その、なんとかなる人を見てると、あ、こいつよりは俺イケメンだよね、とか、こいつほどブサイクじゃないよね、みたいなのがあったりするので、下を見て暮らして、まあ、こういう人がいるんだっていうのであれば、じゃあ、別に親ガチャ失敗してもなんとかなるよね、っていうので、成功例っていうか、ブサイクでもなんとかなってる例を見ると、じゃあブサイクでもいいってなるし、性低い人でもなんかあの、芸能人と付き合ってます、超大金持ちですっていう人もいるじゃないですか。でもい見れば、あ、じゃあ別に俺身長低くても 全然大丈夫じゃんってなったりするので、自分が安心する材料を探して、それをうまく真似するといいと思うんですよね。身長が低い。だからじゃあスタイルが悪いから持てない。でも金持ってたら芸能人と付き合える。じゃあめっちゃ金持とうみたいなので、株とかってまあ、運の要素もあるので、じゃあその会社立ち上げてやろうとかで、会社立ち上げてうまく,いく人、例えば孫さんとかめっちゃ身長低いですよね。まあいいんだけど。っていう感じで、何かうまくやってる人の要素っていうのを抜き出して、で真似できるものを真似するっていうのをどこかでやった方がいいと思うんですよね。学校の先生が言うようなみんな みんながみんなこうやった方がいいよねって、そのみんなが進めるものをって、基本的に今、外れになると思ってるんですよ。昭和の時代ってずっと右肩上がりだったんで、みんながやることを真似すると、同じように上がってったんですけど、残念ながら、あの、令和の時代って、言い方下がりの時代なんで、みんながやることを真似すると、みんなと同じように没落していくんですよ。平均収入って基本的にずっと下がり続けて、で、多分普通にやってると若い人たちって、その、契約社員だったり、非正規雇用側に入っちゃうんですよね。正社員とかだと年収500万ぐらいのに、非正規雇用だと年収1 70万円みたいなで、そのまま居続けると、真面目に言われたことだけやってると、多分ずっと契約社員のままだったりするんですよ。なので、その、そうじゃない道っていうのを、うまくやってる人をいかに真似して、逃げ切るかっていうのを考えた方がいいと思うので、で、ただ、これ、お金の話で、別にお金なくても幸せに暮らせるよねって人って、日本が没落してるとか、就職が厳しいとかって、全然関係ない話になるんですよ。コンビニでずっと働いてて、なんかあの、漫画描いてて超楽しいとかっていうので、彼女、彼氏がいて、なんかあの、パートナーもいて、じゃあ子供が できましたっなので、あの、別にそれでも暮らせるので、なので、もしその、楽しい生活ができるんだったら、全然コンビニでもいいので、お金に頼らないっていう道もまたあると思うんですよね。なので、まあ、お金があった方が、いろんな、その、嫌なことから逃げ切れるんですけど、でも別にお金がなかったとしても、幸せに暮らしている人って世の中いっぱいいるので、田舎に行って、じゃあ畑耕してとかっていうのやって、その中、ある程度食事の部分で、自分のあの、畑で作ったものと、働いた分のお金でっていうので、で田舎だと米とか結構もらえたりするので、食費も安くして、で 地方だからら家も安いいいよねっってててう形で楽しく暮らして楽しししくく暮死ぬこのコロナ禍で突然人が死ぬっていうのはちょこちょこ起きたりするので、どれだけ幸せになるかというのをちゃんと意識して、こう、お金からは離れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、とはいえまあ、お金欲しいよねっていう人は全然いると思うので、であれば、あの、うまくやってる人を真似するといいんじゃないかなと思います。 う同棲中の彼女が機械オンチで日用品からスマホまで何でもすぐに壊してしまいます。ひろゆきさんも周りにこういう人はいますか。またどうすれば機械オンチで直せるものでしょうか。いずれ自分の所持品まで壊してしまいそうで心配です。僕はあの機械オンチではないんですけど初期不良率めっちゃ高いんですよね。そこそこ高い機械を買うと2割ぐらいの確率でなんか初期不良だったんですよね。僕日本でハードディスクレコーダーみたいなのが出回り始めた頃にどうせならちょっと高いやつ買ってみようみたいので10万円ぐらいするハードディスクレコーダー買ってみたら動かねえみたいな。 のがあって僕ちょこちょこ初期不良を引くんですよなのであの運じゃねえかなと思ってます、はい